よし、クラフトワールド、やっていきましょうか。適当に、現実逃避していきましょう。現実逃避は大好きです。可愛らしすぎ。ゲームを始める。前回、ワールド1は、とりあえず、クリアはしてないです。チャレンジ、チョロプー退治。ここクリアしなかったっけな。セーブしてなかったのかしら。まだ一面でゴダゴダやってますけどね。素敵なかぼちゃです。お、なにこれ。チョロプーをたくさんやっつけよう。わかりました。ここには、そんなモグラがたくさんいるんですね。いたいた。オッケー。何匹倒せばいいのかな？どんどん食べていきましょう。お、これ下どうやっていくんだろう。あ、いって！痛いな、この野郎。天下のヨッシー様だぞ。これ、オッケー。ペロリーよ。はい、これもオープン。ここにも赤コインはあるんでしょうか。とりあえず全部目指していきたいところですが。貴様、楽しそうですね。あ、よっと。フラワーは取らないと。君は食べないと。さあ、とりあえず銃を狙うよ。レッツゴー！オッケー。おいしょ。奥にもね、まるでサザエさんの玉じゃないか、お前は。よいしょ、はい。あそこにポイッキリいいぞ。キュッ、オッケー。卵をちょっと補充しましょう。ん、また G を狙う私です。残念でした。これ下行けないのかな。お、赤コイン意外と身近にあるもんですね。危ない。ペロリンチョ、オッケー。はい。これ、こっから狙えるかな。うう、危ない。あいつ、くそ、こっから狙えない。これ狙って、あのカボチャちょっと撃退できなかったですね。ここ落ちるよ、気をつけて。よいしょ、いって、怒った。こちゃ、こちゃ、すいませんでした。あ、ここで復活なんだ。あの下に騒いでる奴らはなんとか撃退したいところですけどね。オッケー。よ、はい、いただきます。しょぼいね、これは。はい、ちょう。あの奥にもいるよ。2匹ほど。はい。あの下のコインは多分赤コインなんですけどね。これ、これは取りたい。そして死にたい。ああ、大きいの倒せなかった。これ何匹倒せばノルバクリアなのかしら。こっちに扉ありそうだけど、行けなかったな。よっ、回復です。はいはいはい。ただいま46匹撃退しましたね。これまとめて倒せない？ 1 匹ずつ？それはちょっと卵の不足が。よし、あの10コインは欲しいな。それをよこせ、頼む、私にそれをよこしなさい。あ、でっかいのも来た。すごいね。ここで補充だな。こっちからやってきたいけど、あれ、意外と難しい。よし、あの赤い、赤、オッケー。あそこにね、あと1匹いるけど、おい。もうクリアそうですけどね。終わりか。成績はどうなんですか、これ。そんなにいいとは思えないですけどね。可愛らしすぎるだろう。なんでヨッシー現実にいないのか私は悩みますよ。現実にいればもう5匹ぐらいうちで飼ってますけどね。
サクッとクリア。お、右のルートと下のルートが現れた。下行ってみますか。またお前か。元気が出ない。スペシャルレバー15個差し上げましょう。私の大事な15個のフラワー、大切に使いなさい。元気が出た。お、カップケーキじゃないか。オープン。ようこそメルヘンランドへ。お誘い受けちゃいましたけどね。さあ、ケイトの国のヨッシー、ちょっとゲームが変わってきましたよ。それは前作じゃないですか。ケイトの国のヨッシー、ついウールワールドって言っちゃいますけどね。確かに。さてさて、とりあえずはどの、あ、やっぱり同じ感じなんだ。ちょっとニヤリとする演出がありそうですね、前作を遊んだユーザーには。人でしょ。とりあえず卵は補充しておきたいんだけど。上かい。ん、なんだこれは。これは素晴らしい天秤ですね。ん、下に何かジャンプ台がある。よいしょ、遠い。ペロリ。また組体操なんかしちゃって。何か意味があるんですかこれは。お、下に行けるルートが。上にも何かありそうだけどな。ここなんかありそうだけど。おっと、危ない。なるほど、電池くんいらっしゃいました。よし。お、隠し雲も出てきたよ。ん、おい、コインがいっぱい。小金持ちのヨッシーさんです。パックンフラワーとりあえず蹴散らして。まだアミーボ買ってないですけどね、パックンフラワーの。ちょっとそろそろヤマダ電機でも行って見てこないと。よいしょ。あの一個に意外と赤いコインがあったりするんじゃないですか。ねえし。うん、左にも行けるルートがありそうだ。よいしょっと。やった、コインだらけ。なりきんヨッシーでございます。これ上に、あ、そこから出られるんだ。これペロペロして、その奥にいるだろ。そこのお金を私によこしなさい。そのお金をね、お金を黙って私によこせばいいんだよ。くそ、こいつ。おい、あ、やっぱり赤コインなんだ。お、やっぱりコインか。とりあえずガチャガチャの、ガチャガチャをするために大切なコインなので、たんまり集めていきましょう。可愛らしい。まるで、危ない。保育園で幼児が工作したような、そんな温かみのあるステージですね。奥にもあるな、パックンよ。危ない。こっち、隠し雲が。それは私は欲しているもの。上から出ろと。まだ2つ目じゃ先は長そうですぞ。よこしょーっと。ん、
あんなとこにタイム君が、私の苦手なタイム君が。おい、ここのこのゲームのタイム君はかなり難しいぞ。マリオではそうでもないんだけど。3つ目、なんか上にもありそうですけどね。兵法だらけ。そして体力がちょっと少ないけど。危ない。コイン、コインだけが私の命の源。上にはないのかな。なんか赤コインとか大して探してないですけど、まだ8個しか集まってないですよ。意外とステージはまだ先なのかしら。隠しルートがこのところに。建物とか入れるとこ多そうですね。この20コインは私は欲しいね。 OK! まるで私にやられるために向かってくるような兵法たち。ここ上に何かない？なんかこの臭いぞ、ここ匂うぞ。とても匂いますね。お、初めてのチェックポイント。結構進んだけどまだ一つ目のチェックポイント。よいしょ。意外とこのゲームはあれかい？ステージ数は少ないけど、一つのステージが長いって感じが？やば！よいしょ。あれ？体力少ないな。まずい。これはまずいです、大変。おっと、危ない。お、順調にフラワーが集まってきてますよ。ただ体力がなくなるとおそらくステージ最初からなので、こっから気をつけないと。何ですかなこれは。え、やべ、よく見てなかった。そこに隠れてるね。あ、あった、それが欲しいんだ。 OK! 1個見逃したかどっかで。ちょっとあなたは卵になってもらって、これをオープンしたいんだ。よし、回復。なんとか命は伸びましたね。下にも隠れ雲があるよ。よいしょ。コインだけども、それを取れる卵がないんだよね。パックン、あ、いて、いて、それは無理でしょ。やばい。これはさっきの調子で突っ込んでこられると死ぬぞ、これ。この上にある。危ない。このペロペロ。コインだ。何気にあと6枚だな、赤コインも。さっきの取れなかったところにないかな。はい、よし。3枚足りないですね。おそらくこのままゴールしてしまいそうな気がしますけど。やっぱりね。ゴール。意外とコンプは難しいですね。可愛すぎるよ、だから。安易な可愛さは注意してるつもりですけどね。さすがにこれは参りますね。寂しい成績。しかしいつの間にかコインは2000枚近くになりましたよ。さて、じゃんじゃん進んじゃいましょう。次はポチとお菓子の国。またポチ。そういえばウールワールドみたいにバッジ制度ってないんですね、このゲーム。
なんか特殊能力のバッジをつけるとステージが楽になるとかありましたけどね。ポリッ。なんじゃこいつは。とても美味しそうじゃないか。キャラメルだ。いいな。キャラメルは時々無性に食べたくなるんですよね。だからダイソーで買ってきますけどね、私は。すっげえ太ってる。糖分取りすぎじゃね？すごいぷよぷよしてるよ。さすが。あ、これはあれか。卵で倒すってやつか。自分も小6の頃は結構太り気味だったので、幼児肥満はかなり厳しいですよ。身をもって知ってるから。あ、これは倒せないのか。うわ、沈む。これ何、角砂糖、マシュマロ。君とあっ、ぶちょぶちょ、危ねえ。これ沈んじゃうのかな。最後まで沈みそうだな。しかし、あの奥のこれは狙いたい。おっと、10コイン。卵を補充します。すごい硬そうですね、あなた。これは効かないね。でもちょっと動きが止まるんだ。あの上の取りたいな。君たちに協力してもらって、これは乗り切りましょう。あ、これ奥に行けるぞ。これなんかギミックが楽しいな、このゲームも。回復です。何もないね。お、美味しそう。ポチ、食ってたんかい。君も糖分取りすぎですよ。 OK。もういっそここのステージでヨッシーもパンパンに太らせちゃいましょうか。うわ、来た。これヨッシーじゃなくてポチが倒してくれるんだね。なんかポチに乗ってると大事なものを見逃しそうな気がするな。こっちだよ。ありがとう。危ない。君たちは卵になりなさい。お、いいね。しかし乗るのは難しそうだぞ。失礼します。おいしょ、楽ちん。蹴散らして、ここでお別れなのかな。すげえ食ってた。あ、土管がある。コイン立てに連なっていただきました。こういう土管に入れるとかはないんだ。ペチョ。これあれじゃないか、沈むとルートがないか。ここにやっぱりゲーム脳がそう言ってますね。ここにルートがあるよと。なんかな、狙えるのはないな、このステージ。危ない。あの下のも狙いたいよ。 OK。 赤コイン。あ、タイムくんだ。タイムくん意外とあれなんだよな、卵がないとうまくいかないことが多いな。よいしょ、キャラメルちゃん、いただきます。そしてここを利用させてもらおうか。そして卵に捨ててしまう。なんてひどいんだ。ん、よいしょ、回復です。このままクリアしたいね。これ上は、もうこれ、よいしょ。あ、しまった。20枚コインがあったのか。 1,2,3,4 OK。おい。あ、意外と隠れてるもんですね。ありがとう。
いいな、現実も こんな感じでコインそこら辺に落ちてたらいいのにな。ここに扉あるけど、これどうやって行くの。なんか行けないな。こいつらもなんか気になるな。すんごいお太りですね、あなたも。貴様、私をぺっちゃんこにしようと企んでいる。あ、戻してた。よいしょ、コインゲット。よし、倒したいんだけどね、うまいこと。はい、どんどん進んでいくよ。おぶ、卵がないのよ。あ、卵がない。戻ります。くそー、卵の重要性。はい、倒した方がいいよね。倒せ、あ、くそ、絶妙な位置だぞこれ。よっ、当たらない。乗っちゃって倒す。あれ、意外と当たんねえもんだな。あ、またポチだ。よし、またお世話になります。こっち側なんかないの。何もないのかい。カモン。あ、タイムくんだ。なぜタイムくん。これ、あ、これを食べるのね。まずい、1個を見逃した。もうダメでしょこれ。くっそ、なんてことだ。急に言われてもね、そりゃ無理ですよ、任天堂さん。うまい。お、いいね、楽ちん。よいしょ、 OK。 あら、また1個をどっかで見逃した。ちょ、乱暴な。いいね。どっかでガチャりたいけど。ロープをつかめ、木登り探検隊。また難解な操作を共有する気かね。ジャングルだ。ん、ロープがあるよ。これはもしかしてドンキーコング的な。よいしょ、なんか前作にもあったねこれ。お、あら、うん、ここになんか入り口ある。あ、やっぱりね。よーく見ないと見逃しますね。これ何、倒せないの。卵でも倒せないのかしら。よし、卵じゃいけるんだ。でもなんかこう台にしたりするんでしょ、どうせ。だからあんまり倒しちゃいけないよっていうのもありそう。よいしょ、意外とルートはいろいろあるな。あ、痛い。あ、おい、危ねえ。ミノムシって最近見ないな、確かに。昔は結構見ましたけどね。お、またタイムくん。タイムくん苦手なんだけど。よっ、あっち側。あ、
危ねえ、意外とギリギリだな。あ、一個早速逃してるしな。よいしょい、気持ちいい。これ上は？上はないのか。さあまたロープウェイ。ほい。なんか上のルートもあったな今。よいしょ。上か。パコッと。二段式になってた今。これ上？何こっち？なんかあるよ。おお、またコイン。これ隠し財宝的な感じで隠すね、いつも。徳川家康かよ。よくわかんないですけど。危ないよ、ここ。すんごいミノムシだな。こっちのロープは何じゃろうか。よいしょ、危ねえ。これ消防隊員でもここまでロープ登りの訓練はしないですよ。先行けばいいのかな。道がある。お、倒れた。ジャンプ台が登場いたしました。よいしょ、チェックポイント。まあ順調っちゃ順調でしょうけど、絶対何かいろいろ取り忘れてるよこれ。危ないよ、スイッ。はい、あ、ここにロープがあるね。それで、お、今度は吊り下げ式の。アブウェイ。は、上怒っちゃったのね。あ、やっぱり狙える。そうそうそう、そういうのもあるんだよね。なんじゃこりゃ、気持ちいいよ。あ、ロープがある。おお、おお、なんなの、誰が考えたのこんな素敵な仕掛けを。あ、雲があるよ。よいしょ。あ、コインね。ここもコインなのかい。これ狙う難しそうだ。よし、ほい、上に行けるよ。よ、意外と高低差あるな、ここ。こっちは、あ、フラワーゲット。こんなところに隠されてるのが。よし、乗ります、飛びます、フラワーゲット。はやへ、綺麗にこぼれ、気持ちいい。クリアした。しかし相変わらず下の2つは全く花開かないですね。寂しい限りですね。ペラッと。さあ、ケイトのステージクリアしたんじゃない？プレイランドへ。プレイランド。またこいつか。フラワー10個ぐらいは差し上げましょう。一生懸命探したこのフラワーをあなたに。お、何、サーカスじゃん。わあ、素敵。プレイランドへ、そういうことか。あ、なんかお化け屋敷もあるよ。嫌だね。回転ルフトでアスレチック。ここだけクリアしてみようか。
ペリッと。すげえ、ケツ振るのが可愛いな。さすがです。あ、これぐるぐる回せっていうことね。結構マリオシリーズではおなじみだね。あ、なんかいる。なんだっけこいつ名前。チョロプーじゃなくて、チョロプーさっきのやつか。さっきのモグラか。名前忘れちゃいました。しかし、ペロリンはできない。踏むだけ。クリクリと。おーっと、これをきれいに取りたいです。落ちないでね、調子に乗って。ほい、あ、ほい。おお、戻ってきた。よかった。意外とあの、真っ黒クロスケが邪魔になりそうですね。あ、なんか出た。ちょっとこれ開いていい？素敵。かわいらしい。取るよ。あ、なんか投げられる。ここ隠し要素多すぎてめまいがしそうですね、私は。あ、これどんどんいけるんだ。チェックポイント。今なんかどっかに隠されてたものってないですよね、特に。ん、なんだ上。上？よし。フラワーをとりあえず取っときたいんですよね。やばいやばい。よし。進みましょう。デクデクと。あ、またあるよ。ここあれ取りたかったな。もう出てこないよね。でもなんか急にキラーが出てきた。よし、あれ、よし、あった。保護色になってるんだ。随分複雑な構成じゃないか。あ、タイムくんだ。タイムくん、これ壊すの？壊すのはいいけども。あ、これむずい。無理。絶対無理。20コインゲット。コインは得意です。先は長いね。キラーも卵にしちゃう？うざいから。これ、落っこっちゃうと死んじゃう？あ、危ない危ない。これ、下ろすの厄介だな。赤コインがあるな、でも。これはちょっと開きたい。よし。あ、何もないんだ。助けてください。よけ。貴様ら笑ってただろう。あ、卵がない。あ、卵ゲット。優しい。よし、おー、すげえ、コインだらけ。パコパコと小金持ちになります。今度はクロスで。クロスで打ってくんなよ。よし。
コリコリと。お、今度は下から突き上げる？私の肛門を狙っているんだね。よし、ゲット。やっぱり一個見逃しちゃいますね。なんだな。かわいすぎるだろ。だから。ひどい成績だ。でも今あれですね、パッケージ版買っても、あの、何、追加要素とかどんどん入れてくれるから、一つのタイトルがすごく長く遊べるようになりましたね。最近のゲームはありがたいことですよ。お、これは怖いよ。夜中できないよこれ。お、雷がゾンビ。まあゾンビであろうと食べるんですけどね、私は。ペロペロと。それをよこしなさい。これ下になんかありそう。すごいリアルじゃない？屋敷の中へ。またゾンビ、太ったゾンビもいるのか。おお、びっくりさすなよ。あ、なんか屋根裏に来ましたよ。お化けちゃん、あなた倒せるでしょ。よいしょ。あ、赤コインなんだね。お太りゾンビ。これの、あ、これ何？コインゲット。そんな隠し要素もあるの？作り込みすごいね。あ、なかった。下へ参ります。そしてかぼちゃ、ハロウィンには良さそうですね。よいしょ、 OK。 あ、鍵だ。鍵？宝箱があるの？これ宝箱かな。これ宝箱っぽいけど違うのかい？開いた。そして鍵がな、あ、鍵あるね。なんだろう。あ、ここじゃないか。オープン。すごい、なんかむちゃむちゃ音がするよ。タイム君。そういうこと。お、こいつ落ち着いて。 OK、 久しぶり成功。ペロ。ゾンビはやっぱり復活しますね、永久に。とんでもねえやつらだ。よいしょ。あ、やめて。なんだこのパクパクパックンは。パクパクパックンはちょっと気をつけよう。なんかなんとなく倒せないような気もするから。屋敷の中へ。タイム君。タイム君苦手なんだって言ってんのに。これ焦るともう、あ、よかった。意外と簡単だった。鍵がありそうですね、どっかに。向こう側。あ、そこにあるぞ。しかし、あの、パクパク野郎がなんとか、見つかると襲ってくるぞ、こいつは。これ倒せないの？いた、やめて。おっぱいよ。あ、卵がない。卵がないよ。あ、今いけそうだ。今いけそう。開ける？卵がないと開けません。ひどいな。補充してこないと。あ、ここにあるんだ。くっそー。手間かけさせやがって。見つからないようにね。早速見つかったよ。あ、まずい。これ死んじゃう。卵。何を苦戦してるんだ、俺は。こんなところで。
よし。あ、そこの扉は開いてるのね。まずいじゃないか。あ、帰ってった。こっち来んな。オッケー、鍵。なんとか回復が欲しいんだけど。よ、オッケー。素晴らしい。さすがユーザーの心理をすべてわかっているね、任天堂のゲームは。上参りますよ。よし。なんかもう一段あったけど。何これ、開いて。はあとフラワー、あ、なんか後ろが来た。助けて助けて、チェックポイント。また屋敷の中ですか。わーい、悪魔城ドラキュラ的な。ここも鍵が必要っぽいけど。フラワーちょうだい、フラワーをちょうだい。これ手前、ちょっと待ってよ。手前手前、あれ当たらない。はっ、そういうことじゃないのね。そういうことじゃない。鍵はこの真上にありそうだけど、そのフラワーも私は欲しいんですけどね。これ上か。よいしょ、回復。こっからいけるのかしら。よいしょっと、オッケー。これ上は、あ、お化けちゃんの裏は赤コイン。これ上は何？上に行ける隠し階段があるよ。ちょっとその前に、ちょっと卵を補充しないと怖いから、おしっこちびっちゃうから、補充して、よっ。よっこいしょっと。屋根裏部屋へ。怖いよ、これ。あ、下に行っちゃう。あ、宝箱あった。へぇ。いや、その、赤コインはいいんですけどね。今欲しいのは鍵です。これ裏いける？またパクパクがいるよ、あいつ。あいつが嫌いなんだよな、俺。パクパクちゃんはどうやって回避すればいいんだろうか。見つからないように。これ。そうだよな、ここ。いって！そこをどうすればいいの？誘導してこっち来させる？来ないよね。あ、こっちから行ける。よし。誘導大作戦、大成功。そして、私は食らいましたけど、このまま行けそうだね。よしよし。これでクリアじゃないでしょうか。オープン。さあ、この怖い屋敷と、あ、そう、あ、いた、やめろ、カマ、やめて、カマ、カマで、あ、出て、あ、待て、ゲームオーバー。あ、まあ、本当にそうなんだ。え、やりたくないんだけど、どっからこれ、チェックポイントから、うそー、どここれ、それはひどくない？あ、さっきのところが、その誘導するところからが、嘘でしょ？あんまりやりたくないですね。ちょっと、どうする？屋根裏にあるってのは分かったけど、赤コインとかすべて最初からですね、これ。ちょっと気が折れますね。ちょっと卵を補充して、とっととここはクリアしちゃいましょうか。だいたい鍵のある場所は分かったから、ちょ、焦ると余計進めない。
落ち着いてね。よし、それでここを誘導して、ここですよ、私はこちらです。よし、見失ってる間に、見失ってる間に、あれ、え、いけなかったっけこれ。ねえ、とりあえずこっち来なさいよ。遠慮はいらないよ、私はとても美味しいですよ。こちら。オッケー。あ、ボカジョ、嘘、これいけるよね、こっちから。あ、卵がないのね。卵をちょっと離しちゃうんだ。くっそ、そんなところにゆったりしてるやつめ。そう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 。おい。この奥に、あ、奥もこうなんだ。なんだ。一周するだけか。ちょっとさっきのは不意打ち食らったけど、今回は体力も余裕あるよ。怖え、この釜野郎にやられたんだよな。助けてください。 OK、なんて切ないクリアなんだ。もうこんな怖いところからさっさと逃げましょう。はい、行きましょう。ガチャガチャあるけど、これ回せるよね。ちょっと2、3回引いて休憩しますね。3回ほど私は回します。450コイン。お、金のコインとかあるんだね。あれはちょっと引いてみたいな。何が出るかな。キーラー、とても男らしい。サーカスのテントって持ってなかったっけ。ん、ピンクピーチキャップ、かわいらしいね。なんか着替えてみようか。私は男の子なので、ここは男の子らしいキラーのコスチューム。お疲れ様です。休憩いたします。ありがとうございました。